アスルクロロの沼津を応援してくださる皆さん、いつもありがとうございます。そして今も最前線で戦っている医療介護従事者の皆さん、エッセンシャルワーカーの皆さん、毎日本当にありがとうございます。昨今の状況で自粛期間が続く中、やりたいことができずにストレスを感じることもあると思いますが、こういった皆さんの行動が一日でも早く事態を収束に向かわせるための努力になりますので、力を合わせて頑張りましょう。僕たちも皆さんに精一杯今できることを考え、少しでも楽しく過ごしてもらえるよう、さまざまな企画をこれからも提供していきますので、楽しみにしていてください。この状況をみんなで乗り切って、今まで通りの日常を必ず取り戻しましょう。今シーズンも明日かでお会いできることを楽しみに、皆さんと一緒に頑張ります。その日まで全力で乗り切っていきましょう。